おう、トラストの阿部じゃ。水木じゃ。今日はシビックじゃ。わあ、先輩かっけえっすね。いいやろ、このシビック。渋いっすね。シビックやぞ、シビック。買ったっすか、先輩。直感やぞ、直感。もう今夜早速湾岸行くぞ、湾岸。湾岸かよ。湾岸走るぞ、マップ煽って、煽って煽って煽り倒してやるぞ。いや、ここは関東ですって入ってる。はい、そういうことで。これ危ないものは置いてね。平場。はい、トラス企画の阿部ちゃんです。はい、今日は EF9 でございます、皆さん。おぉ。やっぱね、ホンダ車をちょくちょく出してると、皆さんホンダのイメージ、そろそろトラスト企画に定着してきたのかなっていうところで。すごい、グランドシビックじゃないですか。グランドシビックですよ、皆さん。でも、皆さんの世代的にはさ、ワンダーなんじゃないですか。え、そんな古い世代の人。え、だって今50、あ、でも50歳ぐらいの皆さんだったら、まだグランドかな。まあ、平成元年とかの車ですからね。そうですね。これ意外に古いように見えて、32GTR と同級生なんですよ。ですよね。実は EG6 ってこの後だから、割と新しい車なんじゃないかっていう錯覚が。もっと新しいですよ。だってね、あの車が昭和58年だから、そう。あれがこの1個前のグラン、あ、ワンダーの世代だから、そう。グランドは92から統一にかけてですね。そうだね。まあグランドは92じゃないかな、同級生で言えば。そうですね。ね。っていうね、非常に珍しくレアな、レアになってしまった。全く見ませんよね。シビックなんです、この車。というのも。動画の内容としては今日の動画の内容は、EF シビックを舐め回す。おー。もうこれにつきます。ちょっと、いっぱいこう、いろんなところまで見せちゃおうかな、みたいな。そうなんです。めったに入ってこないんで。多分、相当期待裏切らない仕様ですよ。いや、いいと思いますよ。オープニングで見せちゃうけど、VTEC だし。はい、中身もだって結構いじってますよ、これ。そう。あんまもうほら、あんま見せちゃうと皆さんもう楽しみにしてますから。そうですね。じゃあ最後までご覧ください。はい、どうぞ。はい。ということで、本日ご紹介する車は改めて、シビック SIR でございます。SIR ですね。SIR ですよ、皆さん。多分、僕の予測ですけど、この EF 型のシビックの SIR 以外のグレードは日本から消滅しました。あ、消滅、絶滅。もう、絶滅した。もう鉄になっちゃった。なるほど。ぺっちゃんこで。SIR は絶滅危惧種ということで。そういうことです。SIR だけは、ごく一部の界隈の皆さんに非常に人気あるので、まだある。ごく一部の界隈の方。ごく一部の界隈の皆さん。でも。TikTok とかでね、話題だったりとかしますけどね。そうそうそう。EF2 とか EF4 とかはもうなくなりました。そう。で、このシビック、非常に歴史的にも重要なモデルで、要はさ、もう VTEC エンジンっていうのはさ、ホンダのもう一大ブランドでしょ。そうですね。シビックといえば VTEC ですね。そう。でも、厳密に言うと、シビックに VTEC エンジン乗ったのって、これが初めてなんですよ。そうですね。そうなんです。しかも後期。そう。これね、平成3年のお車なので、もう間もなく、その EG6 にバトンタッチしますよっていう年式の車です。もう、エンジン見しちゃいますよ、先に。先に見ちゃうんすか？そう、もうね、我慢できない。このね、顔だけ見ると CRX とね、まあ大体同世代だよね、その辺ね。でも違うんだよね。共通ではないんですよね。そうそうそう。これすごいっすよ、皆さん。ほら。じゃじゃーん。B16A ですね。めっちゃ綺麗じゃない？めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗でしょ。どういうことですか、これ。こんなね、EF9、そうないと思いますよ。ほぼほぼ昭和の車みたいな車が、なんでこんな綺麗なんですか？そうそうそう、これすごいっしょ。これもね、オーナーさんから買い取りのお車で。買い取り車両ですね。そう、ごく最近入ったんですけどね。わざわざ仕入れませんよね、こんな車。そうそう。でもすごいっしょ、このインマニのさ、アルミサビないんだよ。すごすぎますね。やばいべ。で、この塗装剥がれもないしさ、うん、もちろんエンジンもかかるし。すごいな。うん。非常に綺麗です。B16A になっちゃうとね、うん、世代的には 4AG がね、ちょうどライバルのエンジンですけど、4AG の5バルブなんですよね、B16A は。そうだね。ライバル的には。でも、こっちの方が早いでしょ。
まっすぐだったらかもしんないですね。でも 4AG ほら6速ミッションだった、ね、あーそっかそっか、 その分加速はいいかもしれない、ね、6速ミッションできるんです。92はダメです。あだから4バルブの 4AG のライバルは ZC なんで、 ZC だね。そう D16A じゃないんですよ4バルブはね。うん、前期は ZC ですからね。そうだね、グランドもね、もうあれですよ 1.6 リッターのほぼほぼ最強エンジンですね。そうですね、はい、間違いなく。でも下手ってるやつが多いけど、これってさちょっとコンピューターいじってちょっとカム入れると1万回転回っちゃうんだよ。そうですね、うん、あの馬力はついてこないけどね。でも結構みんなね勘違いしてると思いますよこれ、うん、あの意外と買うとねあんまり速くなかったりするんですけど、まああの天禄の NA だからっていうところはあるけど、ただフィーリングはすごい気持ちいいよ。めっちゃ下手ってるだけですよ。信じられないぐらい気持ちいい。ちゃんと生きてる B16A めちゃくちゃ速いですよ。でも、うん、トルクちゃんとあって、そうそう、トルクスカスカなのは下手ってるだけですよ、まあ、足がね、みんなあの雑に乗られすぎてる。だってもう何万キロよって話じゃない、うん、今現存してる。だいたい仮走行車じゃないですかこういう車って。いやこの車なんとね走行距離の方が1万9000キロなんですね。マジっすか。はい、本当は19万キロじゃなくて1万9000キロでしょ。19000キロすごいっすね。これめちゃくちゃ歴史的に価値あると思います。とんでもないし、なんかいろいろついてるけど、ね、そうこれはちょっとまた後で触れますけどね。はい、すごいですね。そうなのよ、こんな車もう日本に1台じゃないですか。でまあノーマルだったらもっとあれだったんだけど、これさ適度にいじってやって、この見てこの T37 の極初期バージョン、こんな反ってるやつがあるんですか。そう、あのビッグキャリパー対応っつーのホンダオフセットっていうんですか。もうホイールのねステッカーまで残ってますよ。そうすごいな、16インチの 7J、うん、7J シビックサイズだよね。でこの時代のホンダ車、皆さん想像に難くないと思いますけど、非常にボディが弱い。ボディ最悪ですよね。ペラペラだし錆びるしね、ハードに走るとねじれるし歪むしみたいな。ジムカーナとかでこうコツンって壁にぶつかって、あのパドック戻ってきたらあの屋根がもう超斜めになってるみたいな。そう屋根反っちゃってるとかね。ボディがひし形になってるみたいな。そうところがどすこいこの車は閉まんなくなったり開かなくなったりするんですよこれ。お見てよこのいい感じですね。トランクめちゃくちゃ綺麗ですけど、むちゃくちゃ綺麗でしょ。このストラットの付け根とかさ見てよ。とんでもないですね。まあドン柄は標準装備ですね。はい、あのねシビックはねリアシートつけたらいけないんです。法律で決まってます、ね、法律で決まってます。おお、ダンパーは死んでますね。ダンパーはさすがに、さすがに年式でね。すごいな、ちゃんと閉まる。そうこれ見てください、閉まりもいいっすよ。隙間もこれ塵もいいし、ほらほらほらすごいなこれ。そうあなんかナンバーこの付け方ダメでしょこれ。ちょっとえこれシビックってこの付け方じゃないんですか。あそうなの。そうそうそう、これなんかあれだね、ワンガン走る人みたいだね。ワンガンばっかりですね。感情ですよ感情。あ、感情、ね、マフラー逆じゃないですかなんか。でこれほらさっき言いましたけど、まあどういうあのなんていうの、どういう方々に人気かといえば、はい、まあごく一部の関西地方の感情の方の方々に伝説的な人気があると。感情なめんなよ。感情なめんなよってやつで。なんでこの車なんだろうね。かっこいいからに決まってるじゃないですか。かっこいいですか。俺 EG6 も好きだけどな。いやもうシビックで一番かっこいいのはワンダーですよ。ワンダー。ワンダーですか。そう。グランドはダメですか。グランド2位です。グランドは2位。2位。ワンダーが1位。ワンダー1位。ワンダーちょっとな、お尻がなんかストンって切れすぎてるから俺あんまりあれなんだけどね。あ、そうなんですか。うん。EG6 の次は EF9 かな。ワンダーね、ちっちゃくてね、ちっちゃくてね、かっこいいんですけどね。うん、ああ。もうね見かけることがないっていう。もうないねきっと。多分 ZC のエンジン維持できないんですかね。パーツがないんじゃないですか。みんなでも B16A 乗せ替えますけどね。うん。でもこれは乗せ替えられることもなくね。もうもともと B16 のしかも11万9000キロ。とんでもないですね。ものすげえレアな車なんですけど、これね実はさっき運転席で軽く見えたと思うんですけど、運転指示装置ついてるんですね。これすごいですね。この車につけちゃうんだ、はい、うんうん。これ要は手だけで運転できるというものになってまして、うんうん、なんとクラッチ操作も足は必要ない。え、クラッチもいらない。クラッチもいらないです。これオートクラッチです。オートクラッチ、これすごいですよ。後で
違う動画でちょっとね、あのこれね、その内容だけで動画1本作った方がいい。そう、走ってるとこは、ね、あのお見せしたいんですけどね、はい、じゃあもうその辺のね装置の話はそっちで触れるとして、この動画ではシビックだけに、シビックだけにフォーカスしましょう。でやっぱり VTEC エンジンの良さといえば音じゃないですか。ちょっとエンジンかけてみてもいいですか、はい、ぜひお願いしますよ。これすごくない？19000キロって。本当ですか。おお。もう前からと後ろからね、音を取らないと。最高です。最高ですね。これはすごいですね。あのなんかよくさ、よく気持ちいいですね。よく聞く音だよねこれね。あの大阪の環状の方で、そうパトカー降りながらこうやってさ、ハザード焚きながらこうやって走ってんの。ひろちゃんこの車の何がわかんないやん。そう。存在そのものですね。うん、でも俺は EF のイメージとしてはあのグループ A ですね。あ、そっちなんですね。そう、俺はグループ A のあの出光カラー EF。はいはい、有名です、ね。めっちゃかっこいい。あとはジャックスカラーとかね。プラモになってますよね。なってる。まあ、自分も学生の頃から何はともあれが愛読書だったんで。うん、ああ、読んでる方、視聴者の皆さんでもいますかね、もしかしたら。出光カラーのね、シビックっつったらもう、はじめちゃんっすよ、はじめちゃんっすか。あれ前期のグランドなんですけど、うん、エンジンブローして後期の VTEC に積み替えるんですよ。あ、それは ZC だったの最初は。そう、最初 ZC だったの。全然違うべ多分。そうで、主人公のライバルなんですけど、うん、その VTEC 積み替えがちょうどその仙台のあのトップの引退パレードの時で、うん、大雨の日にね、いきなりもう大事故かまして、はじめちゃん死んでしまうっていう。あー、なるほどね。シリアスな、ね、場面に出てくる車。はいはいはい。まあ、でも暗い話になっちゃった。なんでさ、あの環状の皆さんはシビックを使うんだろうね。音がいいから。違います。なんでですか。幅が短い。すり抜けできる。よく曲がる。あ、よく曲がる。はい、魅力やね。なるほど。デビンとかダメなんですよ。長いから。長い。あ、機微に動かないんで。なるほどね。そう、速い、よく曲がる、よく止まる、これにつきます車は、うん、で音もいいしな。音もいいしな、はいはい。もう感情行くかっていうだけで釣れるらしいので、うん、なるほどね。そう、まあそんなところの EF9 なんですけど、なんかさ、今隣に FL5 あるでしょ。ありますね。ちょっとデザイン似てない？もうライトの潔さとかさ。おお、ちょっと俺似てるかなって思っちゃったんだけど。シビックだから。そう。でもなんか EG6 とは全く違うじゃん。そうですね。ね、でもなんかちょっとこう直線基調のところとか、なんか EF と近いなって思ったり。オマージュとまではいかないですけどね、はい、でもどっちも一目で見てシビックって分かりますよね。うん、分かるね。でさ、はい、これもう全く別車、同じシビックっていう名前だけど全く別車なわけですよ。そうですよね。だけどすごく似通ってる部分あって。どこですか。価格です。価格。でもそもそもこのね、グランドシビックってもうなんか絶滅危惧種ですけど、はい、今いくらで買えるんですか、こういうの。あのグランドシビックめちゃくちゃ高くて。え、実は高くて、もしかして300万とかしたんじゃないか。いや、もうあのこういうパリッとしてるやつだったらもう490万とか500万近い車もあるわけ。嘘でしょ。だからほら、価格は似通ってるじゃないですか。5万円で売ってますけど。そう、じゃああれですね、これをね取るじゃないですか。そうで、こうなっててもあながちおかしくないんですよ。嘘だろ。本当だって。今ここだけスクショされてね、あのツイッターとか回りますからね。大丈夫、ここちゃんと見てねって話だから。FL5 じゃないからね。っていう感じですね。そうなのよ。だから動画の趣旨としては、うん、FL5 買ってねっていう。結局そこかよって話なんですけど。でもこのシビックもあの実は入庫の時不動でして。え、不動。
さっきあんな元気にエンジンかかってたじゃないですか。そうなんです、入庫の時不動で、多分オーナーさんももう長年乗ってなかったっていう状態だったんですよね、でも自分これ一昨日ぐらいに入ってきたの知ってますよ。だから入ってきてすぐうちのメカニックさんがもうタンク下ろしてポンプ変えてタンク掃除して、そうでしょ、でもう完調ですよ。 EF なんて車の燃料ポンプとかだってその辺のパーツ出ないんじゃないですか。パーツが出なくてもあるんですよ、トラスト規格にはシビックのパーツがいろいろ。そうだって裏見てあんなにホンダ車いっぱいあるんだよ。確かに、まあいろんな部分使いながらもう直せることになってしまう、直っちゃった、うまいこと流用してね。そう、とんでもないですね。うん、でこの運転指示機能のねオートクラッチの部分とかもしっかり点検してもらって、もうちゃんと走れるようになってるんですよこれ。言葉が出ませんね。そうだけど皆さんマニュアル乗りの方から撮ったら、クラッチ足で踏まなくても運転できるって良くないって思いません？思いますね。思いますよね、渋滞の時とかね、それがどういう風になっているのか次の動画の方で皆さんにご覧入れたいと思います。なんかそっちの方が再生伸びちゃうんじゃないですかこれいやでもほらやっぱこの綺麗なシビックっていう出ただけできっといい感じだと思うんで。なるほど、はい、まあ、なのでねこういうもう40年前の車ですよ。そうですね、ね、まあ、こうそういう車でもこうやって綺麗に保っていただいて持ってる方がいらっしゃったら、これ結構いい値段で買わせていただいてますから、トラスト企画。そもそも買い取りも高いんですね。買い取り不動なのに。だってこれさ20年前だったら5万10万の話だと思いますよ。いやでもだって不動ですよ、うん、不動でこんななんか特殊な装置ついてたらいくら車の価値よくったって5万10万とかの話じゃないんですか。そんなわけないじゃないですか。タイヤとかも潰れてたし、だって不動の車の引き取りって結構ね大変じゃないですか。高いね時間が、ね、人件費高いし、ね、トラックでそうだねフルフラットのローダー積んでとか。まあ具体的な金額は伏せますけど、新車の軽軽く買えるぐらいの金額で買ってます。 それもし動かなかったら大損じゃないですかいやだって動くんだもん、見るじゃん見ます？次の動画でいいですよ。まあでもエンジンはかかってるからね。そうそう、はいはい、じゃあちょっとね次の動画の方でその自動の部分どうなっているか皆さんにご覧入れたいと思いますので、ぜひ楽しみにしといてください。楽しみですね。今日同日に上がるか分かりません。同日には上げませんよ、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。うわちょっと待って、オートクラッチ結構全然違和感ない。今手だけですよ。怖い怖いよ。トラスト企画ラインスタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。